Everybody, and welcome back to Let's Play Trails of Cold Steel 4. So, pretty much all caught up as far as I'm aware. So I feel like we can progress on into our story. I figured we gotta go to the Pantry Gruel. Let's go. I'll bring Crow. Oh man, it's a party, boys! Everybody showing up. This is a certain countries. I wonder what country it is. I don't know. They said, we're gonna try to copy the A10 Warthog with the minigun right there. And go.
南はリベール王国、北東はレミフェリア公国、そして東はカルバード共和国からとある方々を招待しました。遊撃士協会と特務支援課の方々にも立ち会っていただく予定です。I'm interested to see who these S-ranking legendary bracers are.諸君、よく来てくれたな。将軍とクロチルダ殿から聞いている。息災層で何よりだ、シュバルス。アルフィン殿下、アンゼリカ城もご無事で何よりでした。カイトの両方会議からあまりに状況が変わりました。そして本日、ある意味において歴史が変わる日となるでしょう。That's already been happening, my boy. The course, that's what I'm saying. The course of history.案内しよう。みんな、ついてきてくれ。Yeah, I have been on here before. It's in the earlier installment. I think the second one? Oh, yeah. Oh! She was about to snake him out. Okay, he didn't do anything wrong. He was just walking around and then he walked in on her sleeping. He didn't know. And he was like, And then, yeah.Yeah, that happened in the second game. I remember that. He's like, I don't know how to use my power. Alfin's like, it's okay, Rin. You're the one for me, Rin. And then he got to be able to, like, be in control of his power. And then he escaped with her in his arms. So, yeah.盛り上がっているな。まさかこんな形でお目にかかれるなんて。おみやん。We got the triple S gang up in here。やっぱ来てたかよ。久しぶり、ティータ。
5ヶ月ぶりか。ちょっと背が伸びたかい？お姉ちゃん、お兄ちゃん、それに、それに約束果たせそうかしら？レンちゃん、やった、やっと会えたそれはこちらのセリフよ。まったく二人とも年上なのに泣き虫なんだから。そういうレンこそ目が赤くなってるけどね。アガットさん、ご無事で何よりでした。足りめえだろ。いろいろ残ってはいるが、まずは一区切りってとこか。ええ、いろいろな意味でまだ気は抜けないけどね。あ、サラさんお久しぶりです。ご無沙汰しています。本当に前に帝国に来て以来だから3年ぶりくらいかしらね。紹介するわ、フィーよ。どうも。お、あなたがフィーさん？可愛いのにめちゃくちゃ強いって噂の。よろしく。妖精の活躍は耳にしているよ。フィーで構わない。こちらも二人の活躍は聞いてる、アガットとシラザードから。そっか。そういえばシラさんの行方がわからないって。あ、例の機能が使えるから無事ではいると思うんだが。実際2週間前の時点ではちゃんと連絡できていたからね。確かシラその後帝都から離れているのよね。ええ、帝国ギルドでも行方は当たってるんだけど。ティアーいいタックルです、キーア。ロイドさん、エリーさんもお疲れ様でした。ああ、ティオこそお疲れ。ああ、もう私も抱きしめさせて。エリーさん、ちょっと苦しいです。ティオちゃん、無事で本当によかった。ヨナ君も心配してたんだからね。そうですか。あの、それより息が。やれやれ、お嬢また育ったんじゃねえか。お疲れ、ランディ。お前こそな、ロイド。ちょっとランディ、聞こえているわよ。 So the Triple S, they were the original game. おっと、やべやべ。まあ、ランディさんらしいといえばらしいですけど。I don't know much about them. I know more about Class 7 than I do about Triple S. That's the type of fan I am on this series. They decided that Triple Cold Steel 1. And it started the Sky series. I didn't start there.支援課の皆さんが再会できて、私も他人事ながら嬉しいです。ユーナは他人じゃないよ。私たちにとっては文字通り後輩ですね。クロスベルですよ。別の形で受け継いでくれている。君が俺たちのことを誇りに思ってくれるのと同じように、俺たちの君を誇りに思うよ。ユーナ。はい。第二に入ったばかりの頃はこじらせちまってたけどな。もうランディ先輩。あ、そうだ、アリサさん。エリーさん、お疲れ様です。私からもお祝いを言わせてください。ありがとう、アリサさん。それとそちらも無事全員が揃ったみたいですね。はい。トールズ士官学院7年所属、ルーン・シュバルツァーです。はじめまして、ヘリーさん、ヘステルさんに、ヨシアさんも。はじめまして。アリサさんからはお噂はかねがね。もうエリーさん、よろしく、リン。君のことはいろいろと聞いているよ。
ティータの手紙やレン、オリビエさんやトバルさんからも。そうでしたか。殿下はもちろんトバルさんともお知り合いだったんですね。うん、初めて帝国に来た時にお世話になって以来ね。はじめまして、リーン君。ようやく会えて嬉しいわ。あ、私たちは呼び捨てにしてよ。年だって一つしか違わないんだし。それじゃあお言葉に甘えてよろしく、エステルにヨシュア。うん、こちらこそ。会えて嬉しいよ。それからお久しぶりですロイドさん。ああ、1年半ぶりかな。いや、3ヶ月ぶりか。鳥かごの時は助かったよ。改めてよろしく。リーンと呼んでもいいかな。代わりに俺のことも呼び捨てにしてくれると嬉しい。ん？教官。正直その手を取る資格が俺にあるとは思えないんです。聞いているんでしょ、俺がしでかしてしまったことも。あ、兄様。そのせいで帝国はもちろん、クロスベルにも呪いは広がった。いや、ノーザンブリアやチュライ、さらには共和国との全面戦争まで。あなたたちには、なんとお詫びを。リーン、それは違う。俺は捜査官だ。起きた事件の表面だけを見たりはしない。全ての段取りは仕組まれていた。君の意思とは無関係に、用意周到に。それにもかかわらず、君は絶望を乗り越え、帝国を、クロスベルを、いや、世界そのものを救おうと、今この瞬間もあがき続けている。大切な仲間たちと力を合わせ、ひたむきに、前へ。できればその仲間に、俺たち支援課も入れてほしい。帝国とクロスベルという垣根を越え、世界そのものを終わらせないために。すごいな、君の尊敬する人は。でしょ、叶わないな本当に。喜んで。それから改めてよろしく、ロイド。状況は絶望的で、別の大きな流れも始まろうとしているようだが、諦めずに力を合わせて、壁を乗り越えていこう。ああ。私たちリベール組も、それに乗らせてもらうから。揃っているようだな。文校長。お疲れ様です。あれが。バイスラント決起軍司令、オーレリア・ルグイン将軍ね。強そうね。あ、当代最高の剣士の一人だろう。リベール遊撃士協会、並びに特務支援課の諸君、オーレリア・ルグインだ。お初にお目にかかる。それぞれじっくり話したいところだが、早速会合を始めたいと思ってな。やっぱり。やあ、特務支援課の諸君、2年ぶりくらいになるかな。アリオス君は来ていないみたいだが。ご無沙汰しています、閣下。アリオスさんは別件で今回は立ち会えませんでした。閣下によろしくと言づかっております。
そうか。まあ彼の立場なら忙しいのも無理はないだろう。アルフィン殿下、ご無沙汰しております。ユーゲント陛下の一件とオリバルト殿下の不運、お粗末ながらお悔やみを述べさせていただきます。ありがとうございます、閣下。まさか閣下御自らいらっしゃるとは夢にも思いませんでしたけど私としても信じられないような心境ですよ。ミルディーヌ公女殿下、改めてお招きいただき感謝しますこちらこそ、お目にかかれて光栄です、閣下。非公式ではあるが、まさに夢の会合となりそうですな。おっと、特務支援課の諸君とは2年ぶりくらいだったか。ええ、通商会議以来ですね。ご無沙汰しています、閣下。アルフィン殿下、公女殿下もお初にお目にかかります。ちなみに私のことはご存知でいらっしゃいますかな。以前兄君とは一度会議でご一緒させていただきましたが。ええ、もちろん、お会いできて光栄です、閣下。なるほど、千の陽炎というのはここまでの規模のものでしたか。はじめまして、ようこそお運びくださいました、ロックスミス大統領閣下。な、まさかそう来たかよ。呆れましたわね太閤閣下、改めて名乗った方が良さそうですな。ええ、では私の方から。レミフェリア大公アルバート・バルトロメウスだ。お初にお目にかかる、トールズ士官学院の諸君。カルバード共和国大統領サミュエル・ロック・スミスという、おそらく今この場にいる者としては最もありえない存在かもしれないがね。レミフェリアのトップに、まさか共和国の大統領か。ああ、よもや影武者でもあるまい。だがおかしいだろ、共和国大統領がこんな場に。まあそれだけの事態というわけだ。マキアス・レーグに就く、それと優秀アルバレア公爵代行にフィー・クラウゼル君だったかな。なるほど、そっちのお姉さんか。やはり共和国の諜報関係者だったようですね。ええ、CID の特務少尉よ。ハーキュリーズにも席があるわ。その説は世話になったわね。改めまして、太鼓付き秘書官ルーシー・セイランドと言います先日は失礼しました。なるほど、この会合のために帝国の内情を探っていたんですね。でもレミフェリアと共和国のトップが来てるってことは。ああ、南より訪れたもう一組のゲストというのは。来たみたいね。おいおい、マジかよ。リベールにとってもそれだけの事態なんでしょう。それにまさかこの場にいらっしゃるなんてね。遅くなりました。いや、しかし豪華な船ですな。お招きいただき誠にありがとうございます。
リベール女王アリシアが名代、クローディア・アウスレーゼと申します。皆様どうかお見知りおきを。同じくリベール王国軍中将カシウス・ブライトであります。時間が惜しい、早速ですが会合を始めるとしましょうか。
Sorry for the delay, folks. I was honestly grabbing a bag of chips. So yeah, now we got to walk around and talk to people. いざ尋常に勝負だ。
Now we're in another Yu-Gi-Oh! Duel. I got it. I don't know about this match, boys. That's ridiculous. Man, what a... This match is something else.
Outplayed. I mean, we barely won there, but still. Oh, man.世界の命運を左右できるほどのすごい計画を考えられる天才だからって、それとこれは話が別じゃない。そんな普通の子が何百万人も死んじゃうような一手を平気で打てるわけないでしょ。
Alright. Well, we're done with that segment of the stories, so there's still more people to meet and talk to. But for now, we're gonna end things off in this episode, so we'll pick it up in the next one. Till then, catch y'all on the flip side.